皆さんこんにちは。大田市教育委員会と大田警察署から春の安心ネット新学期一斉行動についてお知らせします。この時期お子さんに専用のスマートフォンなどを持たせるご家庭が多いようですね。はい、そこで今日保護者が知っておきたい4つのポイントについてお伝えします。1つ目は利用時間のコントロールです。スマホなどには時間管理をするための便利なツールもありますよね。それを活用すればどれくらい使っているかを確認できるのでおすすめです。2つ目はオンラインゲームのトラブル防止です。高額課金や ID の乗っ取り、ゲーム内でのいじめ、個人情報の流出などが起きています。このようなことを防ぐためにはまず保護者の皆さんがゲームの内容を知ることが必要です。年齢区分を確認できるレーティングや使い方に制限がかけられるペアレンタルコントロール機能の活用もおすすめです。3つ目は SNS などでのいじめや誹謗中傷です。誰にも相談できず学校に行けなくなってしまうケースもあるようです。子どもが一人で悩みを抱えないようにするためには普段から相談しやすい親子関係を築いておくことが大切です。ご家庭での解決が難しいときは学校や警察、専門家にアドバイスを求めることもできます。その際スクリーンショットを利用すると良いでしょう。4つ目は動画や写真の投稿に関する注意点です。どのような投稿がトラブルの原因になるのか日頃から親子で話題にすることが大切ですね。特に18歳未満の子どもの裸の画像は撮る、持つ、送ることは全て違法行為です。最後に大切なのは親子で話し合ってルールを作ることです。守れなかったり子どもが成長したり生活習慣が変わったりした時にはルールの見直しをすることも必要でしょう。お子さんが使うスマホなどにはフィルタリングを必ずかけておきましょう。保護者の皆さん、お子さんにスマートフォンなどを持たせる時がチャンスです。親子でしっかりと話し合いましょう。